こんにちは。アマゾンイスサポーター、堀秀夫です。今日は日本では稼げない。ねまあ、日本では稼げない。あるいは日本の稼ぎだけでは幸せになることは難しいというお話です。まあ、世界幸福度ランキングというのがありまして、まあ、それが最近発表されました。日本の幸福度はとても低い。ね、幸福度58位。日本。 でね、もう前後に並んでる国見てもね、あんまり知った国はないと。まあ、韓国がね、日本より上、ちょっと上、去年の日本ぐらいの位置にいますけど、まあ日本の幸福度はとても低いということが言えます。で、上位にはね、えー、大体北欧の国があって、で、オセアニア、ニュージーランドがあって、オーストラリアがあってというような形でね、えー、まあヨーロッパかオセアニア、 幸福度高いこれどういうことかというとね、まあ、大体どの国の人もそんなすごい頑張り屋とかね、そんなすごい怠け者というのも、まあ、あんまりないんでね、まあ同じような人がね、えー、似たようなことをすると幸せになりやすい国と幸せになりにくい国があるということです。で、残念ながら今日本は幸せになりにくい国になってしまっていると。で、解決策としてはね、 幸せになりやすい国に相手に商売をすると、まあお金が稼げるんで、日本にいながら幸福度を上げることが可能というようなお話です。まあ、このね、日本は地獄かという感じなんですけど、まあ世界幸福度ランキングの順位、これ毎年日本は下がってます。社会支援や他者への寛容さで数値が低いと。 社会支援というのは、ま、病院、保育所、学校、年金で。他者への寛容さ。寛容さって、もう正反対ですね。もう何をやっても目立つやつは消しからんと、ね。目立つやつじゃなくて一般の人もね、えー、もう消しからんというのがね、えー、たくさんあります。満員電車にベビーカーで乗るのは消しからん。住宅地に保育所や子供が集まる施設を作るのは消しからん。 運動会でそを立てるのはけしからんと。もうね、漫画の世界かと思うぐらいさまずいけしからんのね、えー、嵐です。で、資本主義の世の中、お金を稼げないと幸福度が下がるようにできています。で、このね、え社会支援とか、社会支援ができないとか、 他者への関与さができない。ね。なくなってる余裕がないというのはね。まあ、ぶっちゃけもうお金を稼げなくなってるから、まあ、そういうギスギスした社会になってるというのが、えー、真実です。幸福と上位の国は、平たく言うと、楽して稼げる国、あるいは楽に暮らしていける国。日本でも稼げを増やせば幸福と上げることはできると。ね。どういうことかというと、日本全体国民をみんな幸せに政治をこうしてどうして仕組みをどうしてというのはね、 まあ大変というか、ぶっちゃけ無理です。えー、だからね、まあお金を稼いで、まあ、こっそり自分だけはね、幸福度上げちゃおうというのがね、まあ現実的に一番簡単にできる解決策。ね、まあ政治家になって日本を変えるのも結構ですけど、まあね、は、え、じ、ー、め志高くても、まあ、収入交われば赤くなるということでね、ま、だんだんまあ改革なんかどうでもよくなっちゃうと。 ね、えー、みんなと同じ、えー、規定路んの政治家になるっていうのが、まあ、通常のね、形なんで、まあ、そうじゃなくて、まあ、日本でも、ね、えー、稼が増えれば、えー、幸福度を、幸福になる、ね、幸せを感じることは、えー、できるようになると、簡単になるというようなね、えー、ことです。社会支援、病気、ね、病気に、健康は、健康に気遣って、まあ、病院に行かない生活をすればいいと。 まあここだけはね、別に稼ぎ増やさなくても、まあ可能と、ね。心がけ次第。まあ強い精神が必要ですけどね、心がけ次第で健康を維持して病院に行かずに済むってことはできる。で、保育所。ね保育所が便利な場所に増えるってちょっと期待薄なんでね、まあ専業主婦とか、あるいは専業主婦、字が一緒になりましたけど、これね、私見たく、えー 旦那が家庭に入っちゃうみたいなね、えー。または自宅でできる仕事で稼げれば保育所に行く必要はないと。保育所できるのを待つんじゃなくてね、えー、自宅でも保育所行かなくて済むようにした方が,急が回れ、磯川かはね、あるいは遠回りのようで近道、ないしろ自分一人の努力だけでできるんでね、世の中変わる必要がないということでね、えー、まあ、解決が難しそうだけど、実は簡単な解決策、自分で稼いでね、保育所行かないで済むようにしちゃえばいいと。 で、学校もね、稼げが良ければ世界中にいいと言われてる学校はいくらでもあると。で、年金。もう年金これね、あの、どっちみち当てになんないんで、もうもらえない前提でね、えー、自分で稼ぐ力をつける、つければ良いっていうか、つけるしかない。つけなきゃまずいって感じです。で、他者への寛容さ。ね、これはまあ、いかんともしがたいんですけど、まあね、け、えー、しからん方の前ね。ね 貧しさが人から寛容さを奪いますから、貧しい地域に住まなければ、ある程度、ね、この消しからんの人たちに関わり合いを持たないで住むとね。ね。満員電車にベビーカレーで乗るのは消しからんと。やっぱ,やっぱ電車やバスやでね、えー、混んでる時間に移動しなきゃいけない人たちはね、なんかに当たりたいほどね、やっぱりね、抑圧されてるわけですから、まあそういうところには関わりを持たないように、稼ぎ増やしたハイヤーかタクシーを使った方がいいと。 住宅地に保育士や子供が集まる施設を作るのはけしからん。運動会で騒音に立てるのはけしからんと。これ思うんですけどね、やっぱりね、世界中いろんな国を見て、あるいはね、オーストラリアに住んでみて、子育てって日本でしない方がいいと思いますけどね。まあ、まあ、それはそれぞれですけど、まあ、少なくとも稼ぎが良くなれば選択肢が生まれます。ね、今の、まあ、普通に日本で稼げる稼ぎだったら、海外で暮らすなんて夢のまた夢ですから、 ま、やっぱ稼ぎをね、えー、増やして、ね、輸出をして稼ぎを増やして、えー、どこの国でも生きていけるという体制にするとね、えー、逆に、もう子育てといろんな悩み、ね、えー、解決しやすい。ただ、ね、そうは言っても、言うは安く、ね、行うは果たしということなんですけど、今、絶好のチャンス到来。アマゾンオーストラリアを使った輸出ビジネスが解決策と。まあ、日本は地獄。世界一厳しい消費者。 日本はビジネスをするにはもう厳しい環境です。そして今後も日本人は世界一厳しい消費者でい続けると。そしてというか、なのにというか、購買力は小さくなっていく。しかし、視点を変えて、日本は輸出する商品を仕入れる場所として考えると、日本は天国。日本円に頼った貯蓄。崩壊確実の年金。先細り必須の企業でのサラリーマン生活を送るなら、日本は地獄。 景気の良い,い国、オーストラリアへ輸出して、外貨を稼げるスキルを身につければ、日本は天国です。というようなね、えー、さっきのね、あの、所得ランキング、幸福ランキングじゃなくて、所得ランキングはこの後出てきますけど、記事をね、えー、動画にしたら、メルカリで販売して不良在庫を抱えましたというようなね、コメントを、えー、つけてくれた方がいらっしゃいますね。 資金がない人は無理な方法だな。そう。ね、アマゾン室はね、えー、物を買っておくないと儲かりませんので、ある程度お金がないとできないです。だからね、今日本で普通にね、えー、この、えー、お金を出して、まあ、具体的にはサポート費用55万と、仕入れ資金20万なんですけど、まあ75万ぐらい、まあ100万以下のお金なら、まあ別に普通にあると。まあ、面白い投資も、ね、いい投資もなさそうだし、 副業を覚えるのもいいいねねという方向けの話な話んで、ねまあ、残念ながら、ね、もうカツカツのお金しかありませんと、えー、いう方は残念ながらね、まあ私には解決策は、えー、提案できないです。でこの方はね、えー、メルカリで販売して不良在庫を抱えましたというようなコメントをつけて物販は儲からないって話なんですけど、えー、物販が儲からないんじゃなくてね 日本で商売するのは無謀なわけですね。で、このメルカリってのはすごいところでですね、もう値下げ交渉とかもうね、もう典型的な今の所得の低い日本人の集まりですから、ここで商売って何考えてんだって感じなんですけど、6万円のね、家電に2万円にしてくださいと。アラブの値切り交渉かって感じなんですけど、まあそれでもね、えー そこまでは無理ですって返事したら、出品者がね、6万円出して2万円でそこまでは無理ですっていうの言ったらね、購入希望者はね、それは困りますと。予算は1万5 0 0円だけど2万円まで頑張って出すと言ってるんですで。出品者、申し訳ありません。他で探してください。こうね、値、ね、切りしてる人、お願いしてるのなんでダメなんですかみたいな感じでね。すごいですね。これね、やっぱね、アラブのバザールとかね、えー そうそう、中東とかね、あのね、香港の一部のね、市場とか、こういう感じの値切りあとインド人もね、するんですけど、対面でやるとね、迫力あるからね、それでね、値切って売ると。いやいや、でも迫力あって負けたふりして、それでもでも十分高いとか、そういうのはあるんですけど、まあ、海外だったらそういうのはありますけどね、日本でこれやってるとね、ギャグみたいですよね。しかもね、あのもう、もともと、 日本の場合はね、ふっかけた値段で物を出しとくってことがあんまり文化的にないんで、もともとカツカツなのにそっからさらに三分の一にしろと。もうインド人もびっくりってのはネギリ交渉、メルカリでは日常茶飯事です。でもこれまだ金出すって言ってるだけいいんですよね。あと、ま、また別のパターン。日本ではね、どこよりも安く売んなきゃいけないと。どこでもね、あるいは同じ価格で売んなきゃいけないっていうのがあるんで、 これね、なんでメルカリね、アマゾンより高く出してんのお前と、いうような感じでね、もう尖める。ね、えー、どっかより高く売ってんの言ってね、教えてあげたんだから、同じ値段なんかそれより安くするのは当たり前だろみたいなね。えー、昔ね、山田電機とかね、ビッグカメラがね、戦争やってた頃にやってたのがもう今や広く、日本の常識、ね、予想より高いのお前おかしいと教え親切に教えてたんだからねぎれと。まあ、疲れますね、いうのが多いと。まあさらに、 これ日本の特徴というか凄さというかね、5万円で販売してた iPhone Plus を大事に使うからタダでくださいと。ちょっと言ってみたっていう程度じゃなくてね、いやいやいや、私は大事に使うって言ってね、なんであんたはくれないんだみたいな感じでね、安くなきゃいけないっていうのは究極タダですから、それで普通に交渉すると。こういう、こういう人たちを相手に、 稼ぐってのはかなりね、難しいんですけど、まあ、そのあえてね、すごい難しい、ね、ミッションインプシブルのトム・クルーズもびっくりみたいなね、え、プロジェクトにね、まあ、読解力の低い、えー、このコメントつけた方がね、あの動画見てね、輸出は儲かる、日本じゃ儲かんないって言ってるのに、物販が儲からないと、コメントつけるような人が稼ぐのはもう100%無理。初心者が、 日本国内の物販で稼ぐのも100%無理、輸出するしかないというの、ね、状態ですで。そうは言ってもね、英語もできないしね、まあ日本で売った方がね、売れやすいんじゃないかというようなね、錯覚に陥るのはわかるんですけど、もう今やね、日本アマゾンはね、えー、儲かる、メルカリ、メルカリ無理ですけど、日本アマゾンも儲かる余地がほぼないです。だってこんなね、 え、競馬場の帰りの伐採みたいなね、あるいはね、露店みたいのがうう扱うような商品が平気で並んでるのがもう今のアマゾン。ね。なんでこの市場でね、稼げると思ったのか、まあ理解に苦しみます。まあだから500万も不良財布抱えるんでしょうけどね。日本で売っても儲からないです。まあさらに、儲からないだけならいいんですけど、まあ、メルカリで商売するとね、逮捕されます。これどういうことかというと、 メルカリアカウントを販売して逮捕された人がいます。まあ何しろね、日本では転売は違法です。メルカリも転売を容認してません。なのに、ね、アカウントなくなってアカウント買って複数アカウントで売っちゃうと。まあ、なんでねも、なんで儲かんないメルカリアカウントをわざわざ金出して買って、しかも逮捕されてんのみたいなね、いう感じなんですけど。まあね、 割に合わないリスクを楽しむ特殊な趣味の人が日本人にはたくさんいると、まあ増えたのかなという気がするんですけど、まあもしそうじゃなくてね、えー、そんなことなくて、まあ普通にリスクなく稼げた方がいいに決まってるよと、まあそう思うならノーリスクで稼げるアマゾン室をお勧めします。日本で転売は違法です。まあ本当は法律的には適法です。でも日本には消スかラん法という法律が存在します。例えば、 歩道を自転車で走るのは違法です。しかし、みんな歩道を走るので、自転車が車道を走るのは消しからんということになります。自転車が車道を走るとクラクションを鳴らされたり、幅寄せされたり、引かれたりします。また、エスカレーターは片側を開けずに、両側びっちり立って歩かないのが正しい使い方です。しかし、みんな急いでいる人のために片側を開けるもんだと思っています。片側を開けないと、睨まれたり、 鳴られたり突き飛ばされます車道の右折レーンや合流レーン、このゼブラゾーンっていうね、このシマシマのゾーンあります。まあ、これはね、合流点があるよと知らせるだけの印なんで、走っても全くもったいないです。まっすぐ走ってきて、このまま右折レーンに入っていいんですけど、まあ、実際はね、みんなこっち側の左側のレーンに寄って、そこからこれ踏まないようにここ行くからね、まっすぐ来てるとここでププーとかいってね、えー、喧嘩になります。ね、けしからんと。 ということになります。まあ、正しいことが好きな日本人ですが、実は正しさの基準が独特です。多数決で正しい人を決める、正しいことを決める。あるいは声の大きい人優先でゴニョッと決まって、決まったことは守らないと袋叩きに合います。こうした基準で考えると、日本国内での小売転売は完全に違法です。 で今ね、日本アマゾンやってる人にね、す、えー、り替え詐欺ってのあります。ね。あの、例えばプレステ4入れてね、あるいはね、プレステ、プレイステーションのバーチャル、えー、モニター打ってね、プレミア付きで売ったりしてると、なんとその、ね、えー、商品を買った人から返品とか言ってね、えー、中にね、えー、全然関係ないね、えー、少年マガジンとかね、あの、そういうギャグみたいな返し方をすると。ね、また、ね、えー けしからんやつ懲らしめてやったよみたいな感じでねまあ、犯罪者を成敗する正義の味方気取りでやってる人もいることでしょうまあ、日本で転売をするのは全く割に合いません日本は仕入れをする場所と割,割り切ってオーストラリアに輸出することをお勧めしますまだまだ続きます CD を買った瞬間に演奏者本人の目前で踏みつけて割るひどい若者ね日本のけしからも,もう行き着くとこまで行き着いたと これ結構有名な動画なんですけどね。あの、CD をね、えー、路上のライブ、路上ライブで売ってた。まあ、ってか普通に路上ライブやってて CD 売ってる人たまにいますけどね。まあ、それ警察にそこダメだよ、どぎなさいと。ね、言われたら、あ、けしからんやついたってことでね、その女の子だったんですけど、そのやってた、ライブやってた子は。そこにね、えー、若い男がいて CD を買って、買った CD を目の前で、地面にほん投げて、ね、目の前で割ると。 まあすごいですよね。もう、もう、あの、何やってもいいんかみたいなけしからんことやってる人にはね、えー、そういう感じなんでね、もう日本で転売をするのは全くお勧めできないです。副業で転売してたらね、あいつ転売してるみたいな垂れ込まれるぐらいの勢いで、えー、日本で、えー、転売するのは割り合はない。日本人は間違いを許さない。 まだまだ続くと、もう、もう,う、んざりと分かって、日本で売るんだやめるよってことなんで、いいんでしょうけどね。徹底的に言っとかないとね、たまにそれでもね、日本で物売って儲かりませんとか、失敗しましたとか、不良在庫かかりましたってさっきみたいな人出てくるんですけど、そんな無駄なことやる金があるなら、私のサポートを受けて、え、アマゾン室、オーストラリアアマゾン始めるということでね、え、もうあの、間違った気を起こさないように、もっとすごい、どんどん行きます。 まあ、うるさがたの相手をするのは副業で取り組む日本人には荷が重いと。日本人相手の商売はストレス満点。もう客なんだから神様扱いしろというのが日本人だと。もう出品者のミスは絶対に許されません。で、これね、ドンペリニョンビンテージ2009ね、17,060円。まあ、いいじゃんと思ったらね、なんで星がこのね、2. 点いくつなんだろうと思ってレビュー見たらね、え、これね、 ドンペリをね、えー、パーティーで買ったらパーーティー用に買ったら日本酒が届いたと、ね、でしかもねもう対応が最悪だったということでね、えー、言ってるんですけどこれね多分対応は普通だったと思うんですけどねただ、えー、日本人の考える普通というかこのぐらいまでやっていいだろうっいうのはね大切なパーティーでね今からもうすぐ飲むんだからすぐに持ってこいと。 当然アマゾンそんなの相手にしませんのでね。えー、まあうちは運んでるだけです、みたいなね。あまあアマゾンが間違えたんだと思うんですけど。まあうちは運んでるだけです。出品者に言ってください、みたいな感じで。で、出品者に連絡してね。も、ま、う、あまあ、すぐ持ってこない、みたいな感じでね。まあ、ただ出品者も出品者でね。まあ、納品間違いの可能性もありますけど、まあでもね、アマゾンは発送間違えたんかもしんない。 ま、どっちにしてもね、まあ、そんな1万いくらいでね、ドンペリ売ってって大して儲かんないでね、すぐに持ってこいとか持ってきるはずがないと。ね、交換しますからとかいう形でね、誠意がないとかなったんでしょうね。これあの、日本ならクレーマー。で、海外だったらね、こ,この、あんまり無茶言って店頭とかで言ってるともうすでに犯罪ですんでね、あの、まあ、日本で物売るのは本当全く割に合わないと。ね、えー、悪い気を起こさない方がいい。 でもっと年りに続きます。日本アマゾンで商品を販売する際の注意点。まあ、返品や破棄ロスを考えて利益率は多めに見ましょう。日本アマゾンで販売するのはおすすめではない。なぜなら日本の購入者はとても厳しいと。日本人の厳しい品質要求と価格要求に応えて儲,け儲かる商品を見つけるのは難易度が高い。発送が少しでも遅れたり、輸送箱に傷がついてただけで返品される可能性がある。 日本人は完璧な商品を安く買うのが当たり前だと思っている。これは出品者にはとても厳しいです。さらに、ただ、さっきのね iPhone くれってのもありましたけど、まあ、金を払わない客っていうのがね、えー、まあ、金を払わない客じゃないんですけど、まあ、ただね、 え、金を払わないでもう私はお客さんだと。あるいはね、えー、私はお客さんだからお金を払わなくてもいいでしょうというふうにね、考えてる人がなんと日本人の場合3人に1人がいると。これ、これ、海外とね、テレビ番組とかでやったらね、まあみんなのすごい、えー、驚く県民賞とかね、あんな感じでやったらね、えー、日本人すごいって驚くような感じなんですけど、もうどういうことかというとね、え、カフェとかに入って、えー、注文しないのはありと。 お店の雰囲気だけ楽しみたい人もいる。図書館か公園かって感じなんですけど、まあ、お店の雰囲気好きなんだけど、メニューいまいちなんだよね。高いし、みたいなね。いう感じなんでしょうね。いや、コーヒー180円なら買うんだけど、600円は払えないな、みたいな感じなんですかね。まあよくわかんないですけど、まあ注文したいものがないなら仕方がないと擁護する意見が紹介されると、デラックスマツコの番組であったんですけどね、マツコは。その回答者早く連れてこいと。ね、激怒。 でてもそういう奴らっていうのがね、ちょっとならそういう奴らですけど、三分の一ってことはもうすでに、まあそれが普通とね、ね、えー、店潰れちゃいますよね、普通にやったら。で、現にだから、えー、カフェとかね、飲食店バンバン潰れてるし、すごい調子良かったとか言ってたのもね、あっという間にあれよあれよと業績悪化するのはね、だって基本的に、 店が潰れてもいいと思ってる人しかいないわけですから、いない、いないっていうかね、三分の一がそういう人ってもう凄まじい市場ですよね。まあそういうのを考えると、まあ日本史上厳しいなと思うんですけど、まあただ、ね、これね、えー、私、テレビとかね、そういうアンケートとかってんじゃなくてね、実際自分でもそういうの経験あります。ね、面と向かって見たことあるし体験したことあります。ね、まあ私が、 えー、実感した実体験。まず、ちょっと角がれた2万円ほどの本、本っていうかオークションカタログなんですけど、もうね、次の取り寄せたら間に合わないんで、気に入らければお代は結構ですって言ってね、販売して郵送したらね、郵送っていうか宅き火に送ったらね、まあ本当に金払わなかった。ただでもらってありがとうございますとか言ってね、えー、メールいただきまして。まあ、 まあそれは私がもうダメだ輸入とか日本人に売るのやめようと物販無理よ全然って思ったね大きな要因の一つでおかげで海外に目を受けてね、えー、儲かるようになって儲かるのを教えて、えー、今世界を旅行しながら暮らせるような状態になったんでまあ今となっちゃ感謝してますけどまあ、当時はね呆れましたねただ <laughs> ただかって感じでしたけどでもう一つはねその、えー、まだ不動産の 仕事やってたときね、えー、なんか、自宅の売却を受けたら、対応か、価格交渉か、あるいは買い付け持ってった金額が気にいなかったでしょうね。大変お受かりになって、ね。お前らの仕事はなってないと。手数料なんか払わないか手数料ただなら売ってやるぐらいの話になって。いや、それだけにいかないじゃないですかと。だってお前ら、うどん屋に入ってうどんがまずければ代金を払わないのが当たり前だろうと。い <laughs> やいや、 それ食い逃げだから、払わないの当たり前ってことはないと思うんだけど、当たり前だろうと。ねえー、だったらお前らの仕事じゃ金払わないの当たり前だみたいなね。はあまあすごいね、立派なインフラ企業の社長、関連会社の社長ですけどね。はあじゃあ、あんたのこの電話話し中だったらね、あの、基本にお金も、通話料も取らねえのかというふうに思いましたけどね。まあでも、そういう日本を代表するそうそうたる企業のね、えー、まあ 社長に、あるいはね、役員になる人が、まあそういう認識なわけですから、まあむしろこの、ね、えー、三分の一、金払わないのは三分の一かって、もしかしたらもっと比率高いんじゃねえのという気がするぐらい、日本市場は厳しいです。で、さらに、なんでね、こんだけ日本市場ひどいひどいって話が続くかって言うと、まあこれ全部売り裏返すとね、 あの、売るには最悪の市場なんですけど、何しろ、ちょっとでも気に入なかったら、ただでもいいっていうか、わがままし放題。まあ、値切りはあるわね。新品を中古にして返品もあるわで、まあ、仕入れ天国だと。いうことでね、最終的に仕入れは天国って話に繋がるんですけど、でも、ね、日本市場の捜査はまだまだ続いて、まあそれ、そこをね、押しのけて、まあ、なんとかね、売ろうと思った時にね、まだ大きな問題があって、 アマゾンの場合、このデリバリープロパイダーというハンデがある。これなんでかっていうと、ヤマトがね、まあ、そんな安い値段でアマゾンの配ってたらね、もううちがやっていけないというようなことでね、アマゾンの当日配達のサービスから撤退しちゃいましたんでね、えー、デリバリープロパイダーという聞いたこともないサービスが登場して、まあ、このサービスがまたすごい。でね、 このサービスがひどいねと、ね、なんか笑えるねっていう動画をアップしたら、それに対してコメントつけてくれた方が、まさにデリバリープロバイダーで働いてた方。地方から来たばかりでしたが、東京の杉並区泉と杉並区絵区を担当しました。ほぼナビ頼りで配達したので時間ばかり過ぎての日々でした。泉はナビが人の家の上を走るし、携帯で住所を打ち込んで近場まで行ったらナビ終了と。 やっと見つけてチャイムを鳴らすとズス、ルスが多数ありました。で、毎日のノルマは達成できず首になりました。研修に行く期間にもかかわらずに。少しは配達員の苦労も分かってほしいものです。これね、デリバリープロバイダーの首にした人にね、配達員が大変だというのを咎めてるのか、まあ、私がデリバリープロバイダーを笑えるぐらい使えないねっていうのを咎めてるのか分かんないですけど、まあどっちにしてもね、研修期間中に 使えないやつね、えー、首切るのは、まあ、それがそのための研修機関なんだから、しょうがないとして、まあ、ただ、ね、まあ、この方もね、別に使えないというか、まあ、普通だったんじゃないかなという気がしますね。まあ、そもそもね、杉並区泉とか英福とかね、えー、一方通行多いし、道は細いしね、ね、えー、だから、ナビもね、そこまでね、えー、ちゃんと追い切れてないんで、まあ、知らない田舎から出てきた人に、この地域を配達させるってのは無謀かなという気がします。 でね、えー、そういう人しか確保できないデリバリープロバイダーに、まあ、時間指定とか当日配達とかね、えー、の荷物を運ばせるアマゾンも無謀かなという気はします。で、これね、えー、この遅れたばっかりに自分が商品入れてちゃんと普通に売って何の問題もない商品がデリバリープロバイダーで売って遅れたばっかりに返品を受けると。 そうすると返品手数料を捉える。さらにね、えー、運んでる間に輸送箱にちょろっと傷でもついたらもう新品で売れなくて中古になって、日本だと中古はすごい安くなっちゃうというようなね、えー、踏んだり蹴ったりな状態になりますんで、まあ、どう言ってもね、えー、日本、アマゾン、稼ぎにくい。まあ、日本アマゾン稼ぎにくいったって、他の独自ショップとかね、 メルカリとか論外ですよね。もうアマゾン一番集客力あって、やるようによっちゃ儲かるのに、でもこれだけハンデがある。他のじゃもうお手上げでしょうね。で、なんでアマゾンもそこまでね、えー、偽物はあるアデリバリープロバイダーだわのひどい状態になったかっていうと、まあおそらくもね、アマゾンも本,本社は忙しいんでね、まあ、なんか、 役所はうるさいし、購入者はうるさいし、で、えー、日本市場もどうでもいいよと、好きにやんなさいってことでね、多分一線級の人間を全部撤退させちゃって好きにやってるんだと思いますね。まあなぜかというと、日本市場にはそもそももう魅力あんまないと。ねえー、日本は世界第三位の経済大国だというようなね、えー、テレビや何やら意識ある方多かったり、まあそういう宣伝というかテレビがあるんでね、えー、そう勘違いしてる人多いですけど、 まあこれ実はね、えー、その国がどうこうというよりも、国民一人一人がどうかということを考えると、この国民一人の購買力でね、えー、全然ベスト、第3位とかベスト3にも全然出てこない。ね、ベスト10にも出てこない。ベスト20にも出てこない。ね、で、まあ、先ほどからオーストラリアがいいですって言ってるオーストラリアもこの11位でね、 まあヨーロッパ、ヨーロッパって来て、まあ、マカオは特殊な国なんで、マカオがあってね、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ねえー、石油がバンバン出るカタール、でね世界一の経済大国、えー、アメリカ、でアジアの言うシンガポールが来て、オセアニアで,で1位で出てきます。でね、これヨーロッパと、ね、オセアニアの違いは、オセアニアにはものがないということがあってね、 購買力がないのに、えー、購買力があるのに物がないということでね、オーストラリア売りましょうという話に,になるんですけど、まあ、もっといい、ね、えー、ちょっと脱線というかね、あの、先走っちゃったんで、えー、話を戻すと、日本は全然どこにも出てこない。どうしたったの日本って感じでずっと見ていくと、やっとこんなところにね、25位に、えー、登場したと。ね。だからね、購買力が25位。しかもね、えー、 名前を書いた税金、ね、健康保険料とかね、えー、年金、介護保険、ね、えー、そういうのを引くと、えー、実際問題、えー、税率はかなり高い。ね、そのそんなわけで、えー、日本は幸福になるのが難しいということになってる。で幸福なんのは難しいし、アマゾン自体は、ね、もうこのあの、全然、 魅力的な市場だね、あるわけですよね。国民一人してはこんな下の方にいるわけですから。なのにやかましいと。ね。まあ、何、あの、飲み放題でね、高いボトルも入れたいのに、入れないのにね、散、え、々、ー、なんかあの、やかましいキャバクラの客みたいなね、えー、なんか、例えがよくわからず不適切かもしれないですけど、まあ、何しろあの、厄介な客と、好きにしろということになっちゃってます。だからこそ、実はね、えー、好き放題、えー、やってる中で、 値段は安いと。いい品が安く買える。日本。日本は地獄か天国かということでね、考えると、日本人相手にビジネスをするならもう日本は、ね、地獄と。日本で会社に勤めて給料をもらえるなら日本は地獄。ね、給料をもらうなら日本は地獄。まあ、しかし、日本で仕入れた商品を輸出するならもう日本は天国と。日本に住んでいるなら、オーストラリアアアマゾンに参加して稼がないと大損です。 何しろ。日本人の平均所得、まあ。さっきも出てきましたけどね。えー、平均所得が432万、ね。で、男は532万で女2 8十七万と、えー、女性が低いんですけど、まあ実はこんなのね、あんまり意味なくて、日本の実態ここですよね。えー、一番多い年収が200万円だと。これもあの、なんか贅沢品買うとか物を買って必需品買ったのも金なくなっちゃいますよね。で、300万以下も一緒です。だからこのね、 購買力がない人が、まあ日本の、えー、人口のメインなんで、まあ、こんな国で、えー、商売して儲かるわけがないと。だけど、購買力もないほどね、安い給料で働いて、えー、物を売ったり物を作ったりしてるおかげで、えー、物を安く買える。何しろ、日本の凄まじさはね、ほとんどギャグみたいなんですけど、えー、まず、先進国中、えー、最低賃金は最低です。 これ、韓国下に言いますけど、ねこれ、これまた動画アップしたときにはね、コメントつけてくれた人がいて、結構古い資料ですね、と。ね2019年、今現在、えー、最低賃金は全国一律5 0 0 830円に韓国はなっていると、ね。そうすると、もう日本はダントツで、えー、最低。なぜダントツかと,いうかというと、この800円弱って水準変わってなくてもね、あの、 修行15分前に来てね、修、え、行、ー、時間、就業時間中はもうきっちり働けるようにしろと、ね。例えばあの、シフトが10時から6時だったとしたら、もう9時45分に行って10時からピシッと働かなきゃいけない。6時まで働いて、えー、売り場にいなきゃいけない。これ例えばオーストラリアだと時給がもともと高いですけど、10時から6時のシフトだと、えー、10時に来て仕事にかかる準備をするんで、 仕事に入るのがね、早くて10時半。まあ下手すりゃ、えー、10, 10時45分、ね。で、終わりも6時にね、もう帰っちゃうんで、まあ5時15分ぐらいにね、例えばあの飲食店とかだと5時15分ぐらいに行くとね、えー、スマホいじって暇そうにしてる姉ちゃんがね、あ、もう今日閉店とか言ってね。 えー、なんで、9時15分、6時までじゃん、ここって感じで、初めは思ったんですけど、分かったのはね、もう6時で閉店ってことは、6時にもう彼とデートするとかね、彼女とデートするっていう、あるいは家に帰ってご飯食べるっていう予定、仲間でパブ、仲間とパブで飲むっていう予定があるんで、もうその、5時15分過ぎたら対応できない。もうこれが、ね、オーストラリアのデフォルト。フランスは、若干オーストラリア通り。 イギリスもそうですね。まあ、ドイツは日本と似てようなとこありますけど、まあ、そんなことで考えると、日本はダントツで、えー、安い。最低賃金の、まあ、最低の最低と。なぜこんなに安いのか。ね、先進国で唯一、賃金下がってる。これ実は別な資料を見るとね、わかるんですけど、えー、何しろ日本はもう30年間給料変わってない。物価も変わってないと。まあ、そんな国は、え、世界中、他にないです。 まああるかもしれないけど、まあ少なくとも普通のね、えー、先進国とかね、知られた名前聞いてわかるような国でそんな国他にないです。30年間物価変わってませんなんて国はね。じゃあ、自分たちは不幸なのか私たちは不幸なのかというと、今の時代に日本に住んでることに感謝。まあ、ここで日本に住んでるあなたに朗報です。アマゾンがあります。世界最強のネットショップで現在も伸び盛りです。しかも、 物販未開の地、オーストラリア、アマゾンが今年本格稼働します。日本製品は世界中で高く売れます当たり前ですよね30万円30年前の物価で売ってるわけですから、まあ、普通に、えー、海外に持ってきゃ、えー、今の物価で売れるんでね、まあ、3倍5倍ものによっちゃ10倍以上で売れるのは当たり前です、まあ、その日本商品には日本メーカーが中,華中国などで作った、えー、製品も含みますアマゾン o 質は簡単です 仕入れたものを販売しても多かったものを売り続けるだけです。ね、なぜ簡単かって言と日本に住んでるからですよね。30年前の人件費で働いてる人たちが 30, 30年前の物価で物を売ってくれてるわけですから、これ逆の方向でやったらすごい大変ですけどね。オーストラリアで買ったものを日本で売って儲けるなんて言ったらすっごい大変ですし、私も調べててね、これちょっと無理じゃないかなと思ってやめましたけど、まあ逆はすごい簡単です。オーストラリアアアマゾン室は、 凡人でも今すぐ始めれば大した努力もせずに稼げます。